今日の事例はコムデギャルソンの白無地の綿 100% のシャツです。原因不明のさまざまなシミがたくさんありました。目立つものから小さいものまでね。襟の黒ずみもまあまあひどいです。すごくおしゃれなシャツですがシワになりやすいですね。もちろん洗わずに着続けてしまったことが原因だから自業自得であることは認識なさってるはずですが、どうしてこうなってしまうまでクリーニングに出すのをためらっていたんでしょう。それはね、複数の要因がありますよね。まず費用です。クリーニングに出すとお金がかかります。複数のシミや汚れがある場合クリーニング代だけではなくシミ抜き代も必要で高くつく可能性があり経済的な負担と感じるはずです。次に時間です。クリーニングに出すには服を店に持ち込み取りに行くための時間も必要です。忙しいスケジュールを持つ人はこれらの手続きに時間を割くことを躊躇することがあるかもしれないです。お金と時間、これ同じぐらい大事ですよ。だから共感なさっている方も多いと思います。それから不安です。大切な自分の所有物を一時的ではあるけれど他人に預けることに不安を感じる人もいると思います。クリーニング店での扱いは雑じゃないだろうか。戻ってくるまでの安全性に疑念を抱くことがあるかもしれません。それはクリーニング店をどれだけ信じているかにもよりますよね。店というか、まあ、人ですね。 Google や食べログで低評価をつけている人の理由、それはほぼ全て人に対しての不満です。料理がまずくて星一つじゃなくて接客が悪くて星一つなんですよ。その他者評価を見ることで今は実際にそのお店の客になっていないのにサービスを利用したりするのをためらったりする人も多いと思います。評判や信頼性を確認することは簡単ですが、それをどこまで信じるかってのも大事ですね。結局ね、クリーニングに出したくないとなると皆さん同じことをします。自己手入れの試みです。自分でシミを取ろうと試したことありますよね。シミが取れたらクリーニングに出さなくてもいいかもしれないなって思いますでしょ。自分の服だから何をしても自由ですから。でも結局ね、それも面倒だし不安なんですよ。一言で言えばやりたくない面倒くさいことなんですよ。だから、ね、先延ばししちゃう、放置しちゃう。その状態であればその服を着ることができないことは分かっているけれど行動できないわけです。まあ重い腰を上げるのは着たいって気持ちがぐんぐん強くなった時だと思います。さてどこに依頼しますか。お店選びめちゃくちゃ大事なんですよ。もうそれが全てと言っていいぐらいです。結局人なんですよ。誰に依頼するかなんです。まずくてもというか、まあそんな美味しいってわけじゃないんだけど繁盛している飲食店はたくさんありますが、共通しているのが接客の良さだと言われています。フレンドリーで温かい挨拶や親しみやすい雰囲気、迅速で丁寧なサービス、そしてお客様とのコミュニケーションやリピーターへの感謝、そしてコスパの良さなどなど、まあ誰だってね、そうしてほしいことばかりです。じゃあ逆に悪い接客は何でしょうといえば、無視または放置とか無礼な態度とか注文の混乱とか適切な情報の供給ができないとか、そして顧客が不満を表明した場合スタッフが冷たく対応したり問題解決に乗り気でなかったりすると顧客の不満がさらに高まります。誰だってそんなことされたら不快になることばかりですよね。お店側もそんな接客は何一つ得じゃないこともわかるんですよ。じゃあどうしてそんな接客になってしまうんでしょう。ストレスとかプレッシャーとかトレーニング不足とか個人的な問題とか時間とリソースの制約とか、これはねスタッフが過度に多くの業務をこなさなければならないことでサービス品質に影響を及ぼす可能性です。飲食業で接客をする仕事じゃなくて普通に人と接する際に共通して言えることなんですけど、悪気はないのに不快にしてしまうことだってありますよ。適切な距離を保たないとか過度な質問をしてしまうとか自己中心的な対話で相手の意見を尊重しないとか、まあ相手を尊重して共感することって大事なんですよ。コミュニケーションはね意外と簡単そうで難しいんですよ。コミュニケーションスキルの差は人から好意的に受け入れられるかどうかや対人関係の品質に影響を与える重要な要因でございます。でもなぜ意識しなくても上手にコミュニケーションできる人とそれができない人がいるんでしょう。もうね、シミ抜きと全く関係ない話になってきましたが、クリーニング店を選んだ決め手ってあると思うんですよ。値段、立地、アクセスの良さ、そしてもちろん店主やスタッフの人柄や技術、総合的に判断したと思いますが、シミ抜きを依頼するんであれば結果を出してくれそうかどうかで選んでみるのがいいと思いますよ。相談した際の対応から受け渡しの説明まで一通り全部受けてみて、実際にこうしてほしいことを実際にやってくれたかどうかの仕上がりを見て、その値段が妥当かどうか、シミでお困りの方はですね、ぜひぜひ当店にご相談してみてください。今日のシャツ
一つ残らず染みきれいにすることができました。本当に仕上げプレスも完璧だと思いますよ。これを見てね、お客様ニヤッとしてくださるんではないかなと、また気持ちよく着れるんじゃないかなというふうに思って、自信を持ってお渡しするわけなんですけども、でもやっぱり値段がねあまりにも高すぎると、綺麗になってよかったなよりも先にすごい高かったっていう風になっちゃうとね、やっぱバランス悪いし、でもそれをどう感じるかっていうのはお客様によって違いますので、とにかく綺麗にするために必要な手間すべてかけさせていただきます。一生懸命染みにくさせていただきますので、染みでお困りの方はですね、ぜひぜひご相談してみてください。今日の動画ここまでです。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。